愛親友のパスタを殴る。え、ちょっと待って、嘘でしょ。せーの、せーの、ハラボー、どうも、カロシラボラトリー大天才博士の沼と申します。ねえねえ、見てるの？ということで、今回はですね、ツイッターで今日見まして、え、なんか面白そうだったやんけと思ってスパゲットっていうな、ホラーゲームをやっていこうと思います。まあ、説明すると、なんかスパゲッティを殴って温めて、でもスパゲッティはどんどん冷めていってしまう、30秒程度で冷めていってしまうから、殴らないといけなくて、で、途中でなんか、女の人とか、ぬいぐるみとか、なんかその他もろもろに襲われながらも、スパゲッティを殴ればいいらしい。まあ、なんか、こういうことらしいんですよ。待って、これあれか、L。あ、間違えない。あ、R。オールオーバー。あ、なんか日本語対応はしてないらしくて。日本語対応はしてないらしくて、今、イーチコン、まあ、よくわかんないけど、殴れるってことかな。A、トータリアル、チュートリアル、あ、チュートリアル終わりだって。なるほど。え、待って。どういうこと？待って、なんか始まった？あ、でも待って、スパゲッティがどんどん冷めていってる。え？あ、ダメってこと？この時いちゃダメってこと？え？いつスパゲッティを殴ればいいの？いや待って、スパゲッティ冷めるわ。え、待って、あ、スパゲッティが、スパゲッティ凍っちゃった。え？スパゲットについて説明するよ。このゲームにはスパゲッティと敵が4体いるよ。博士を冒頭で倒した女の人だよ。来るときにディスガスティンっていうの。机を飛び越えると避けることができるよ。黒いクマだよ。じっと見つめるとどこかへ行くよ。ルックアットミーっていうのが目印だよ。ピンクのクマだよ。よし、ビューって聞こえたら脊髄でハイドのボタンを押すよ。緑のクマだよ。このクマが来ると笑い声が聞こえるよ。動いたらゲームオーバーなので、マウスから手を離そう。これで、ね、あなたも今日からスパゲッターだよ。世界記録目指して頑張ろう。動いてなきゃ。厳しいって今のは。ねえ、今のは厳しいっていい感じだった。あ、でもあれかな、なんか未だによく分かってない、視点移動もダメ？視点移動もダメなの？これはなんかマウスが右手ちょっと震えただけで殺してくるじゃん。そんなに、はぁ、あ、スパゲッティをスパンキングするの道は遠いな。なるほどね、スパゲッティを温めるのってこんなに難しかったんだ。オッケー、行くよ。ちょっと余裕を持って殴った方がいいのはもちろんなんだけど、ベイビーしなく、オッケー。もうマウスから手を離す勢いで、いや、こいつの判定微妙なんだわ。このガキがよ。ママ、シー、オッケー。はい、どう。いや、もう、ヨシギだけはまた。スパゲッティパンチャー。うん、スパゲッティ、プロスパゲッティパンチャーになれるかな。え、
え、これでもなんだろう、なんかさ、タグをね、調べたらさ、1時間とか書いてあったから、1時間 ?1 時間とか書いてあって、そしてね、あのね、9時からね、APEX があるから、9時から APEX があるからね、あのね、8時半までを目処に、10分目指そう。8時半で強制終了か、10分でエンディング直すわ。ゆうが来たら死ぬ。助けて。オッケー、見てるよ。見てるわ。ねえ、見てるわ。あー。助けて、誰か。私今まで1時間10分何を私何をしてあれ私今まで何をしていたんだっけあれ私今まで何をなんで私スパゲッティ殴ってたんだっけまあいいかまあ12分できたらいいでしょパスタなええそんなあれえそんなことえ記憶パスタ殴ってたパスタを殴っていた？そんなまさか。でもやった !12 分 !12 した !12 分も電子レンジの代わり、あー !12 分間 !12 分間頑張ってパスタを、あ、
90分です。